北北良町立津久小学校は、愛知県北下良郡下良町津にある公立、小学校。北下良郡津村の津村立上津久小学校と、津村立下津久小学校が統合をされ、1974年4月1日に津村立津久小学校として設立された。2005年10月1日の町村合併を機に、現在の名称となっている。 2017年度の児童数は33人だった。つぐ地域唯一の小学校である。公立中学校に進学する場合は、下田町立つぐ中学校に進学する。1935年頃の上津小学校ぬかた県は、学生発布以前から合学校の設立を推進し、1872年には、上津村の近流寺に、つぐ合学校が設立された。 学生発布後の1873年11月には、金流寺にも仮尊連合立の第二大学区第九、中学区第19番小学ぐ学校が設立された。敷地が狭かったことから1874年には安養寺に移転し、1897年まで安養寺で授業が行われた。1874年3月には、酒場村の不問寺に、 上継学校文教場が設置されている。1879年10月には文教場が独立して、坂カ学校となった。1879年時点の北下良群には、第1番小学から第33番小学までがあったが、上継の学校は、第26番小学上継学校と呼ばれた。児童数が100人を超えて安養寺が手狭になったため、 1897年10月1日には、中大名地18番地に校舎を新築して移転した。1920年には尋常化、高等化を合わせて279人にまで増加したため、1924年には、校地の拡張と校舎の増改築を行った。大正期の修学旅行では4泊5日で、伊勢神宮を訪れたが、参加できる生徒は多くなかった。 戦時中の修学旅行は1940年が最後であり、太平洋戦争末期には運動場が大豆畑やさつまいも畑となっている。1941年4月1日には国民学校令により上継国民学校に改称した。1947年4月1日には上継村立上継小学校に改称した。同年には 上み村立上み中学校が上み小学校に併設された。1950年には現在地に上み村、下つ村学校組合立つ中学校が設立され小学校と中学校が分離された。1952年には体育館健康堂が竣工している。1956年9月30日には上み村と 下津村が合併して、津村が発足したことで、津群村立上津小学校に改称した。昭和初期の下津小学校1872年には、津群学校の志向として、下津にも学校が発足し、1873年には津学校下津文校となった。1875年4月には、寒ジア跡に移転し、1876年12月に、 下継学校として独立した。1879年時点の北下良郡には、第1番小学から第33番小学までがあったが、下継の学校は、第25番小学下継学校と呼ばれた。1882年5月には、若宮社後に2階建て校舎を新築して移転した。当時の愛知県では一軍に一校の、 高等小学校が設置されており、北下良郡では稲橋村に北下良郡高等小学校が設置されていたが、1889年には下津村会などの尽力で下津にも高等小学下津学校が設置された。1891年5月には明治天皇のおかげが可視された。1892年8月には尋常高等。 小学校下継ぐ学校に改称している。同年4月には校舎が消失しており、1893年12月に校舎が再建された。1901年の修学旅行は名古屋方面であり、1918年の修学旅行は京阪地方だった。1941年4月1日には国民学校令により下継ぐ国民学校に改称した。 1944年以後には、津村にも名古屋、東京、静岡、豊橋、鎌郡、川崎などから来た児童の疎開者があったが、縁故疎開であり集団疎開ではなかった。下津国民学校からは8人、上津国民学校からは6人が、豊川海軍交渉に勤労奉仕に赴いている。1947年4月1日には、 下津村立下津小学校に改称した。同年には下津村立下津中学校が下津小学校に併設された。1950年には現在地に上津村、下津村学校組合立津中学校が設立され、小学校と中学校が分離された。1951年には行動が進行している。 1956年9月30日には、上津村と下津村が合併して、津村が発足したことで、津村立下津小学校に改称した。2011年の下津小学校後1974年4月1日、上津小学校と下津小学校が統合をされ、三出原の現在地に津村立津小学校が開校した。児童数の減少。 教育環境の整備、村内の融和などが統合の理由であり、津群村立津中学校の隣接地に校舎や小中共同体育館が建設された。戦後の上津小学校、下津小学校時代の修学旅行先は名古屋市内だったが、やがて伊勢、奈良方面となった。1983年4月には津村が厚見郡田原町との交流を開始し、 津久小学校は田原町立野田小学校との交流を開始した。児童のマーチングバンド活動に特色があり、2007年度にはブラスバンドに移行した。2005年10月1日には津久村と旧設楽町が合併して新設楽町が発足し、設楽町立津久小学校に改称した。2016年度には副式校となり、 2017年度の児童数は33人だった。下良町に5校ある小学校のうち、下良町立多峰小学校と下良町立清司令小学校に次いで児童数の少ない小学校である。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。